ステファングではフランスの障害者アスリート。障害者ゴルフにおいて国内トップレベルの競技経験を持つ一方、車椅子テニスではグランドスラムで計22回優勝した。また、北京パラリンピック男子ダブルスで金メダルを獲得した。ロワールアトランティック県サン・ナゼールに生まれる。ミニキキ。8歳でテニスをはじめ、ロワール地方で開催されたジュニア大会で、 優勝経験を持つ。1996年、オートバイ事故で、左大腿部を切断、2001年から2006年まで、義足でプレーする障害者ゴルフにおいて、フランス国内選手権を6連覇した。ヨハン・クライフの下で障害者ゴルフのワールドツアー実現を目指して働いていた時期に、障害者スポーツにおける選挙として車椅子テニスに注目。 少年時代のテニス経験や2012年ロンドンパラリンピックにおいてゴルフが実施競技から外れたこともあり自らが国際的に競技できる場として2005年34歳で車椅子テニスを始める2007年には男子シングルスの世界ランキング3位にまで駆け上がり2008年パラリンピック初出場となる北京大会では ミカエル・ジェレミアスと組んだ男子ダブルスで金メダルを獲得した。グランドスラムマスターズシリーズグランドスラムマスターズシリーズその他。ありがとうございます。